皆さんこんにちは、タイタラです。ルイジマンション2やりましょう。さあ今回は百鬼夜行行動のテレサ全部捕まえて、その特別ステージ攻略いきましょうか。さて前回ね、アイスケースチャーでボス倒したんですよね。ボスなんて星になんだよこれってとこなんですけど、まあ、今回はね、ここまずここのステージのテレサ集めて、そして最終ステージいきましょうか。まあ、とりあえずここのステージね、テレサの場所はコメント欄でも教えていただきました。ありがとうございます。まあ僕はもうね、そんななくても気づいてたわと思いますけど嘘です、ごめんなさい、ありがとうございますね、今回でガッと見つけられたらなと思います。そしてついでにね、なんかお宝的なやつもね、見つけられたらなと思いますので、雑に攻略していきましょうか。よろしく。で、テレサがね、この椅子ロッキンチェアっていうのがね、これがね、気づいてなかった俺。うん、テレトリンだおー、吸い込んじゃう、吸い込むよ。よし、どこだ、え、どこいた、こっち側、え、あ、いた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 、はい、ではでは、キュー、ウィーウィー、すごいことなってる。よし、もう一丁、逃げるなお前。よいしょ、さて発射。ちょろい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 、よし、オッケー、一発テレサゲット、よかった、アイドイーって、オッケー。で、とりあえず今回ね、まあ、テレサゲットしたんで、もうあとオッケーなんで、お金稼ぎながら爆速でゴールしましょう。お金稼ぎながらのお金がいるのかどうかはわからないのは、だけどお金もね、やっぱ大事なので、稼げるステージなので、で、こういう俺の覚えてる限りのね、爆速お金稼ぎルートで爆速行こうと思います。いや、このステージめちゃくちゃ長いんだけど今やっと地下の3階か、ここ今ね、までやってきました。で、ここからまたぐるーっと行くんだよね、長いここって思いながらやってます今ね、大変でございます。ピカピカ、やい、やばやば、うお、お金が欲しい、金よこせ、オッケーさあさあ行こうか。よし、やっと到着した、最後の間だ。時間かかったね、ここまで来んのに。何年かかった、宝箱だね、ここ確か、これ覚えてるよ俺。いやいやいや、金持ち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 、金は結構このステージね、でもなんか集まった気するけど、どうだろう、前やった時の方が集まってた気もする。よし、でも見えん、怖い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 、でかいやつから、あ、なんか順番これ調べたやつから一緒に出てくる感じかな、もしかしてね、えやべえやつ調べちゃったよね、えうい、まあ、50だよね、マックスで引けるならね、ちょ、調整して、うえぇー、キュイー、おいよ、みどりくん、みどりくん、50しかないからね、君は弱いから、カットでやりたい、引き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 切れた、やぶやぶで、まあ、そこいるだろ、よしよしよし、キラ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 キ、しっかりと、なんだなんだなんだ、今の、ちょっと今の何よ、あんた何よ、うい、変なとこ引っかかっちゃったよね。オッケークリアー、オッケー、で、あとはこれで電話かかってきてクリアか、ナイスー、イエロー、でもダメージ結構食らったんだよなこれ、そこだけいけん、なんかすげえノイズが走ってきてる、親も博士うるさでも時間結構早くクリアできたと思うから、前よりはね、13分、5分短縮。お化け捕まえた数アップしてる。受けたダメージ倍増してる。どうしよう。集めたお金までめっちゃ増えてない？いったろこれは。よーし、三つ星、三つ星レストラン大丈夫です。よかった。黙々とお金集めてお化け倒してた。お化けなんで増えたんだろう、わかんないやこれはわかんない。なんで増えたかは。よし、金ピカのお化け途中でゲットしたからかな、もしかしたら。わかんねえな。はい、まあ、とりあえずこれで、次行けますね。ついに、お化けのまた、いっぱい出るステージ。ちょっとめんどくせえんだよな、あそこ。でも今回は、あのね、一個、あれだわ。
宝石見つけてないわ。やってもうた。宝石探索全然忘れてたわ。はい。ということで、ベストウェイト更新。大きくなったね。よかったね。ってことで。よし。新しいミッション。またかね、お化け大集合が出てきたぞ。そこ行くかね、今から。頑張ろう、小山博士。よし。ここはもういいかな。オッケー。よかったー。三つ星。そして、テルさん。あ、なんかすごい見栄えが良くなった。めちゃくちゃ見栄えが良くなった、急に。ねえ。よかったよかった。さーて、じゃあ今回ここでのステージですね。ここにもお化けの大群が迫ってきたようじゃ。ルイジ君、お化け退治の時間じゃぞ。ということで行きましょう。ここ広いから大変だよ、多分。ニュース速報です。どうした小山リポーター。百均夜行動で。お化けが 大発生しています。ベースラボのレーダーはさらに強いお化け信号を受信している模様です。どうしよう、とたまにはニュースキャスター風に喋ってみたか。どうじゃ、なかなかいけてるだろう。いけてないです。帰りたいです。ごほん、すぐ君はお化けをなんとかしてきてくれ。頼むぞ、レイジ君。ということで、なんとかするしかございません。頑張っていきましょう。行くしかねえ、本当に。ここはロッジからスタートか。頑張るぞ。お化けのこのバトルは基本的にはもうね、全力です。どこだ最初は。全てのお化けを捕まえよう。1回ですね、氷の池です。まず最初は池に池ガハハ。ここの部屋とか宝石ありそうだよな。あ、取ったっけ、ここだっけ。こっちとか全然なかったから、多分ね、ここの辺のどっかにあると思うんだよね。うい、普通やっつけたいまずは。オッケー。あー、ダメ、バッ、どう避けて、やっつける、こいつもやっつける。はいはい、もうさっさとやっつける。よいしょ、こいつもさっさとやっつける。うえー、ゆい。オッケー、1個目クリア。次、生きておるか、ロイジ君。生きとる生きとる。どこ、どっち。マップ的にこっちじゃないから、こっち入ろう。何階、次地下1階。地下1階ってどうやって行ったらいいの。エレベーターから地下ターミナル、氷の谷に。 OK、 了解了解。エレベーター降りてすぐだ。これエレベーター降りんのがね、だるいよなーって思う、さすがに。とりあえず、まあ、行き方を頭の中で整理してからじっくり行きましょう。よし、はいはい。でここね、やっときたいことがスカッとすることやな。よし、下から行きましょう。うわ、上のルートから上の捕まっていった方が早いのかもしれない。どっちも変わんねえか、結局待つ時間あるから。よし、じゃあまずこの次のエリアから行くぞ。次お化け来るぞ。こんにちは、どこですか。いやー、ダブルですれ違ってこんにちはっす。ウィーン、行ってきみー。うわ、ガッツキュイン。オッケー、お前も倒しとこう、このまま。ガッツガッツでいい。これはいい。うほほーい。なんかすっげえ反射してるからさ、めちゃくちゃ俺金塊ゲットした気分になったな、今。だけど実はそんなにない。かな、ピッピッピッピーッ。よし、行きましょう。次。お邪魔します。赤いやつー。やめろっつってんじゃん、ちょっと待って。ステイ。で、これダブル。やめろつってんじゃん。めんどくせえあいつ。いや、衝撃波でいく。でこいつ終わらせといて、ダブルきた、うまい。これは男さんもやっといて、男梅さんやっといて、次いつ。キュイーン。あー、ちょっと残っちゃった。まあいいや。いいよいいよ。いや、今のダメージくらったん痛いね。20くらったの。さあ、集まってる集まっとる。さあ、次のエリア全然不明ですけど、ここだけやっちゃおうか。一回ね、一回だけでも絶対絶対やってるまん。数減らすことが大事です。何持ってんのそれ。ちょうだい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 。ニキビも何。はい、上上がってきてくれてありがとうございます。なんかすいませんね、なんかでもありがとうございます。すっげーパワーだね、君は。2で、でラスト。マッスルー、なんで下落ちんだよ、金塊が。金塊取りに行こう、さすがに。あ、でもここの金塊も取れた、うまい。
よし。待て待て待て、危ないのかよ、取れてんのが怪しいな。よし、さて次のエリアが、待って、ね、確認しない場所、地下1階のまたこれ谷かで、地下2階、次地下2階上、ここらへん、もしかして、うわ変なとこだな、次ルートが大変だこれ。頑張っていきましょうかね。これあれだよね、運だよね、ほんとこの辺ってちゃんとさ取れるかどうかっていうか、行けるかどうか。うい、うい、待て、行って、殴らった、殴ったね、うお、よいしょ、君も2体だけ、やめろって、一番だるいかもそれ、よいしょ、おい、君も、君も、よいしょ、50来た、オーケー、いやダメージ食らったの、いてお金出んかったな、君なんでだ、よいしょ、走れ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 、さあこれであとはマリオ64のスライディングコースやって64関係ないけどね、えそれやってからその下行ってクリアかな。4分、5分以内行きたいとこだったか、行けるかって怪しいかってとこだね、5分以内ワンチャン行けたり、行けるかも行けないかも、滑れ、無理、加速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 、爆速爆速爆速、ルイジ速くていいよ、よし、はい、イエーイ、さぶつかることでうまく調整して、よし、いっちゃいましょう、時間がないよ、はい、これ見たで終わり、終わりでありますよ、よし、なんかいっぱい出てきた、いっぱい出てきた、よいしょ、やめろってお前、あーしょ、よいしょ、これでオッケー変なや、あのちっちゃいやつをね、うまく倒したくて倒したくて仕方がなかったでござるよ、ウィー、おい、なんで出ないんだよそこ、5分23秒、いや俺的には早いんだよ、うん、いや俺的には早かった、すごいぞルイシー君、あ、いいんだ、お化け呼びで大暴れじゃんの、もう若い頃のわしでさえそれほどのキレはなかったかもしれん、いい仕事ぶりじゃ、レスラバーもっとくれ、あ、これめちゃくちゃ良さそうじゃね今の、これ言ってくれた時大体 OK だけど、でもダメージ食らってっからな今回、そこだけ懸念ですね。さあ見てみましょうか、クリアタイムはなんと5分23秒、そして19捕まえ、60ダメージ受ける、きつい、お金は600、三つ星ナイス、まあ割と同時吸い込みしまくったからそこの部分でめちゃくちゃ評価してくれてるのかもしれないね、ブラボーブラボー、ダイダラ君ブラボー、ブラブラボーです、ブラブラボー、よかった、さあただいまーす、ちょ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 、さすがはルイジ君、お化けたちをバサバサと返り討ちじゃ、頑張ったよ、ほんとめっちゃ捕まえてきたね、多分太いやつもおるで、この中には、お、お、いたね、ベストウェイト更新、一体だけやったか、お、ついにお金4万の大台、4万の男だらです、売れピッピですね、これは、このお化け大発生はわしらの行く先々で起こっとるようじゃんの、ただの偶然ではなかろう、誰かが裏で糸を引いておるんじゃろうか、ともかくとにかくこの町を続けるんじゃ、すまんなルイジ君、テレサがいなくなったことで暴れてんのかな、なんお化けたちって何なんだろうね、よし、さあ三つ星ランクがだいぶ集まってきたかなって感じですね、よし、待って、集めた宝石シリーズがまだちょっとこのステージマジ終わってるので、今後頑張りましょうかね、裏面屋敷と呪われた石を全部集めて、まあ時刻ロックがまだ終わってないのかな、でも裏面屋敷がまだね、星2のやつが、ね、2個あんのか、星2が2個ねえ、呪われは全部埋まったのかなって感じで、地獄ロックはあと2つか、今のステージもあと2つって感じで、まあ、結構星さん埋まってないとこあるので、それはまた後日埋めていきましょうかね、じゃあとりあえず今回ここまでにしましょうかね、さあ次回ついにね新しいステージ行きましょう、なんたら宮殿
でっかそうだよな。まあ、次がついに最後のダークムーンのかけらなんで、ラストステージなんでしょうか。多分全部集めたらラスボスがあるっていう感じだと思いますので、ね、残りも全部頑張っていきましょう。頑張ります。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ダイナラでした。おつぽいよ。